子供が何か挑戦した時にナイストライって言ってますかはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターおかチです親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います今日のテーマは20年後子供に感謝される育て方22選です まあそもそも子供に感謝されるために子育てしてないわっていう声も聞こえてきますけれども、なんとですね、この記事、これね、インスタグラムの記事なんですよ。インスタグラムの記事をギュッギュッと凝縮したね、内容をね、本日お届けしようと思ってるんですけども、まさにこれ、20年後子供に感謝される育て方というテーマで投稿した記事がね、バズりまして、なんと166万再生、その方に届いたと。 いうことで6696いいね106コメント39251保存ということで約4万人近くの方が保存をしてくれたというような形でねまあ何かしら有益であり何かしら考えさせられるような、えー、投稿だったんじゃないかなという思いでね今回この YouTube で話してみようと思いましたはいでねやっぱ子供にあれこれ言いたくないとか えー、だけど子どもの将来のために子どもが幸せになるために厳しく言わなければいけないってこともあると思うんですね。まあ、僕たち私たちも子どもの時にはうっとしいわって親のことを思ってたけど大人になって後々になってねあの時厳しく叱ってくれてありがとうとかね話を聞いてありがとうとかね感謝することも少なからず あありりまますすよよねね少なからずありますよ、ね、もちろん子育てにおいては今の子供と向き合うことはすごく大事なんですけども大人である我々は一歩先5年後10年後20年後の子供の将来を見据えてね将来こういう力が必要だからこういう子育てをしてあげるこういう関わりをしてあげるこういう声掛けをしてあげるっていうふうにね、えー、考えていくことも一つは大事なんじゃないかなと思いますということでということで今回は子供が大人になった時に親に ありがとうって感謝したくなる関わり方を厳選して22個紹介したいと思います。何か一つでもね、えー、参考にしていただければ幸いです。この番組では子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。ということでね、この緩める子育てラジオは、だいたい1時間ぐらい今からべちゃくちゃ話します。 長いです、はっきり言って。長いんで、ずっとあのー、画面見なくてもいいです。あの、画面はこの画面だけです。 なので、えー、家事をしながらとか、えー、散歩しながらとか、趣味をしながらとか、何かをしながら、作業系 BGM という形で、ゆるく聞いていただけたら嬉しいですで。再生リストも作ってますので、既に10本以上の動画があると思います。なので、えー、っと再生リストからね、す、え、べ、ー、て再生と押していただいたら、そちらもずっと流れていくと思いますので、えー、そんな感じでゆるく、 聞いていただけたら嬉しいです僕も今目をかきながら話してますそんな感じで目かいんですよ目かいんですよたまに目かい子なんですよはい収まらへんけど行きましょうかはい20年後子供に感謝される育て方22のうちのその1ですね与えすぎないうーんこれ難しいんだけど大事だよねだって子供からしたらゲーム買ってほしいとかおもちゃ買ってほしいとかおもちゃ買ってほしいっていうわけじゃないですか なので、今の子供の要求に応えてあげると子供は喜ぶし、買ってあげたくなる気持ち、与えてあげたくなる気持ち、わかります。めちゃくちゃわかります。んでね、常日頃から僕もね、子供の甘いには応えようっていう話をしてるんですよ。で甘いには応えようという話をしてる。ので、えー、子供の要求を無視はできないっていうことがね、ある中で、ただ与えすぎないことも大事だよねって、うど,うもどう思いますか ね、与えられないからこそ自分で何か作ってみようって思うやろうし退屈だからこそなんかおもろいことはないかなって子供で探すやろうし、ねえー、子供が言ってること全部全部与えていったら自分から動かなくなるよね動かなくなるよねそういう意味で与えないということ。 自分がその退屈の中でね、自分で何か動,動いて考えて作戦を立てて生み出す、そういうような機会を作ってあげること。これはね、やっぱり自分の人生を楽しくするであったり、面白くするためにはものすごく必要なスキルですね。主体性であったり、自分で考える力であったり、自分で行動する力などなど、大事だと思いますので、与えすぎない、動こ,こ難しいよね、と。じゃあ、全く与えない方がいいのかっていうことでもないし。 ねえ、このバランス難しいですよね。またね、その、どこまで与えて、どこまで与えないでいいのかっていうのはね、前の放送を聞いていただいたら、えー、親と子の間に、ね、しっかり境界線を引くとで、どういうふうに境界線を引くのかっていうことをね、がっつり解説しているので、そちらも合わせて聞いてみてください。過去放送のどこかにあります。はい、二つ目、えー、寄り道を許可する。うーん、ねえ。 寄り道してたら、あのスケジュールどりいかへんし、えー、遅刻するかもしれへんし、ねえー、予定よりも時間が遅れてしまうかもしれへんなので、早くしなさいとかね、そっちじゃないよ、こっちよって言ってね、えー、今日はこっちの道だよっていう風にに、ねえー、より早く、より、えー、効率的に過ごせる、えー、過ごすというか進める道を選びがちになってしまうし、寄り道しようとしてたら、ね、早くしなさいって叱ってしまうこともあると思うんですね。 でやっぱりね寄り道ってものすごい大事。<laughs> だから寄り道っていうのは本人がまさに主体的に選んでる道じゃないですか。 本来ならこの道で行かないといけないっていう道を、えー、外れて、自分で、あ、なんか面白そうっていうところでね、あ、なんか、かつむりおった、みたいな感じで、なんか、道を外れていく。まあ、その中でね、えー、自分の興味関心を深めていくってことであったり、主体性であったりね、えー、自分のペースで物事を集中して取り込む力であったり、まあ、寄り道の中でね、やっぱいろんな発見があるし、いろんな力が身につくんですよ。 でえすぐにはそれは、ね、テストの点数として、えー、結果が出るものではないんだけれども、けれどもね、やっぱりその自分がどんなことをやりたいのかを見つけるってことであったり、見つけたことを深く探求していく力っていうのは、この学習の土台を作っていく上ではものすごく大事なこと、先生に言われたからやりなさいって言うんじゃなくて、自分でやりたいことを見つけて疑問をも、疑問に持って、それを探求していく、調べていく力。これって すっごい大事だよね。大事だよね。うん。そういう意味でも、寄り道を許可する。許してあげるということ。まあ、ず全部が全部許すってわけじゃなくて、これもね、親御さんの中で、こっからここまでは OK と。まあ、ちょっと遅れてもいい。30分ぐらい遅れてもいいわ。その範囲内で子供に自分の、子供のペースで、えー、尊重するけど、それを超えそうになったら、ちょっと介入するよね。などなど、そういうふうに、なんていうか、 えー、寄り道は大きい、寄り道はダメっていう風に0か100かの問題じゃなくて、グレーゾーンを作っていくってことですね。まあこれあらゆることにも言えるんだけど、ねえー、その局面、局面に合わせて、じゃあ今はちょっとか介入するのを多めにしようとか、あ、今はこれ見守るのを多めにしようみたいな感じでね、その場面に合わせて、シチュエーションに合わせて、子供との関係性、そこどの成長度合いに合わせてね、合わせて関わり方を選択していく、変えていくってこと、すごく大事ですよね。はい、3つ目。 欠点を無理に直そうとしないうーん、これは、これはね、ねえ、直したくなるよ、親としたら。ね、そうでしょう。このまま放っておいたら将来困るんじゃないか。ね、社会でバカ入ってた時にバカにされるんじゃないか。 ねえ学校でいじめられるんじゃないか。いろんなことが不安になって、だから今の間にしっかりダメなところを直してあげないと、将来困ってしまうんじゃないかと不安になって、恐れが湧いてきて、ね、え子どものダメなところを直そうとする。うん、これもね、まあある、ある一定程度イエスなんですよ。大事なんですよ。大事なんだけれども、えー、ある一定程度,程度ちょっと違うよねっていうのは、やっぱりね、欠点を直すっていうのは、ものすごくエネルギーがいるんですよ。 エネルギーがいるし、そしてかつ難しいんです。難しいし、エネルギーがない。そして子供がやりたくないことなんですよ、ほとんどが。が興味がないことなんですよ。でおかち字、字を書くってことは、ね、ものすごくおかちにとって難しかったし、ねえー、難ししかったしやりたくなかったことだし、好きじゃなかったし、そして面倒くさかったんですね。やる気が起きないことだったんですね。 だけど、その字,字が下手やったらあかんっていうから、書道教室に通わされたんだけど、もちろんそれは親心としてね、えー、その気持ちを受け取ってますよ、うんあのー。将来困らないようにっていうこと。そこは大丈夫。うん、そこは大丈夫なんだけれども、当時の僕からしたらやっぱ苦しかったし、つまんなかったあの時間はね。ずっと鬼ごっこしてた、外行って。でそれも怒られてるんですよ、鬼ごっこしたらえ。だって鬼ごっこの時間じゃないじゃないですか。 そう,そ,うね、そういう意味でもねやっぱりその欠点っていうのは難しくて、そしてなかなかやる気の起きないこと、でエネルギーが必要なんですね。で,でそ,うそういうことに時間を注ぐと、なんていうか学ぶのが楽しくないねってなっちゃうんですね。それが例えば国語であったり英語であったりするかもしれんない。学習することってつまんないよねって、でなかなか成功体験得られないし、なんか自分,自分の,その苦手意識とかも出てくる。 でやってることが嫌いになる。それは国語やったら国語が嫌いになって、習字やったらあの字を書くのが嫌いになったりとかね、しちゃうんですよ。ね、なかなか成功体験得られないと、自分には向いてないんちゃうかって思っても不思議じゃないじゃないですか。でそういう意味でも、欠点を直すというよりも、得意を伸ばす。 うん、とにかく得意な場所で欠点を指摘しないでむしろその欠点が長所として輝ける場所に連れていくってことこれよく言うことなんだけどねおかカチはその書道教室に行ったらその字が汚いって言って責、あのー、められる話だったけどもしかしたらアート教室に行ったらどうやったかなってことですよ僕の個性的な字を芸術としてアートとして表現してくれたか褒めてくれたかもしれないねそうよねで、えー、走り回っててもおそれでいいよって言ってくれたかもしれなん なので僕の,その欠点とされているものが強みとして出てくる出やすいそういうような環境に連れていくってことこれすごく大事やなと思うねだ欠点を直すというよりも欠点を生かせる欠点を褒めてもらえるようなそういう環境に連れていくと、えー、自分はダメなんだっていう,こう,いう、ね、失敗体験ではなく成功体験を詰めて自分のことを、ね、好きになれたり自信を持てるんじゃないでしょうかいかがでしょうかはい次、えー、4 思い出のアルバムを作るね。これいろんなところに出てくるんだけど、とにかくね、やっぱり昔自分はどんな子だったのかであったり、 えー、この時はあ家族でいた琵琶湖楽しかったなとかいとこと遊んだあの鳥,取での鳥取砂丘でラクダ乗った良よかったなみたいな,なんかそういうような思い出っていうのはその子の宝物じゃないですかで20年後30年後ね、えー、その思い出のアルバムを見ながらねこの時大ちゃんはこうだったんだよとかこの時いとこ,いとこがさっき帰ってすごい悲しそうだったよみたいな話をされるとねあ自分はこういう子だったんだこういうことを楽しんでいてこういうことは嫌いだったんだってちゃんと自己理解が進む,進むんで かつ、そうやってアルバム残してもらえることで、あ自分はこんだけ愛されていたんだっていうことも分かるでしょうん、やっぱアルバムあった方が嬉しくないねえ、だって自分がどんな子供だったか分からないっていうのは、分からなくてもまあいいんかもしれへんけど、僕はやっぱりそうやって自分はどんな子だったのかとか、どんな思い出があるのかって振り返りたい。で、振り返るときに、やっぱ写真がなかったり、アルバムがなかったら振り返れない。記憶はね、やっぱ消えていくじゃないですか。ね まあ僕が一番新しい記憶、一番古い記憶はやっぱ3歳ぐらいで、それ以下の記憶はない、以前の記憶はないし、3歳の時も断片的にしかないんですよ。なんかその頭ぶつけて痛かったとかね、なんか雷になって怖かったって、そういう思い出しかないので、なので、そういう思い出のアルバムがあれば、あ自分の3歳の時の、あの、あのどんな子こうやったんやなとかいうのが分かってくるわけでしょ。うん、だからこれは 単純に喜んでもらえるんじゃないですかアルバムあった方が。どうでしょうかね。はい。じゃあちょっとお水飲みましょうか。はい。5つ目。ああ、これ大事ね。思い切って子供に任せて責任を取らせる。そう。任せると。任せることですね。これ任せるっていうのは難しいんですよ。そうじゃないですか。料理任せるとかね。片付け任せるってなっても、えー、なんだろう。 うまくできなかったり、あの期待通りにできなかったりね。そして時間が余計にかかったりする。で、教えるのにも手間やしいと。なったら、結局、私がやった方が早いやんってなるやん。なるやん。ってなったら、なかなか任せるのもめんどくさいんですよね。うん。だけど、思い切って任せるってこと。これすごく大事任せるってことは信頼するってことだから。で、任せて、うまくいかなかったこととかの責任は本人に取らせるってこと。 ね、もちろん、ねえー、サポートすることですよ、最初。ねえー、キュウリうまく切れなかったどうしたらいいってヘルプを求めてきたら、あもしかしたらこうなのかな、あーなのかなとか、えー、教えてあげたり、どうやって切るのか YouTube 見てみようかっていうふうに一緒に調べたりね、それは大事なんだけど、基本的に責任を取らせる。うん、任せたことは子供の責任をということねこれすごく大事ですね。 えー、任せる。で、任せたことは子供に、し子供に、そう、あのバトンがこうね、映るわけだから、バトンがね、映るわけだから、そこはもう、そのバトン落としたら子供の責任だよね。うん、だけど、それを、あんたの責任でしょっていうふうに言うんではなくて、あんたが決めてるんでしょって言うんじゃなくて、えー、何かあったら言ってねと。 でサポートすする体制だけ整えておくくとということこれすごく大事よねやっぱ自立心を高めるっていう上でも任されることでなんか家族の一員だっていう感覚も得られるし自分がどれがしたいんかなって自分と心と相談してね自分で選んで自分で決めるそして、えー、作戦を考えて実行するやっぱこれがね自分軸を作っていくと思うのでどん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 任せるということで任せたことうまくいったこともうまくいかなかったことも責任を取らせるということこれは大事なんじゃないでしょうか はい、次行きましょうか、えー。6つ目。失敗しても大丈夫が口癖。うん、これね、めちゃくちゃシンプルなんやけど、めちゃくちゃ効くよ、うん。失敗してもええでーと、失敗しても大丈夫よー、うんあの。ここには怒る人いないからぜぜ、絶対大丈夫やから、お価ちも失敗するからって言って、実際そういう声をかけるし、失敗している姿を見せる。この失敗しても大丈夫よっていう言葉、こ,れこ,こ,この重さがすごく大事なんですね。 つまり、失敗してもええでって言いながら、自分が失敗を恐れていたら、その言葉は軽いんですよ。うん、言葉だけやなってなるでしょ。でも、失敗しても大丈夫よって言いつつ、い言いつつね、自分も失敗している。失敗する姿を見せている。でその失敗から学んで、成長していく姿を見せている。それは、ものすごく重いですよ。うん、そうなんです。だから、言ってる言葉と行動を一致させるということ。言ってる言葉と生き方を一致させるということね。で、その上で、失敗しても大丈夫よ。 と声をかけてあげると、あ失敗してもいいんやミス、ミスしてもいいんや、間違ってもいいんや、勝てなくてもいいんやって、安心するでしょやっぱ失敗を恐れないっていうことは、えー、成長するためにはものすごく大事なこと。でも、普通はね、人間は失敗を恐れる生き物なんですよ。だって今でね、別に困ってないんだったら、今で生きていられるんだったら、新しいところに飛び込むと、ねえー、生命の危険に、えー、侵されることもあるわけでしょなので、なので、変わりたくないんですよ。人間っていうのは。 そう変わらないように変わらないように本能がねそういうふうに、ねえー、変,わ変わってはいけないってしてるんですよ。なのでなので、えー、そういう失敗したらダメよとか全ては水の泡よとかいろんな声が聞こえてくるのだがだがだがね子供の時からね失敗しても OK とか失敗しても大丈夫っていう感覚をね身につけることができたら もちろん不安になること、恐れることはあっても、ちょっと一回やってみようかなっていう風に、一歩踏み出せるようになるということなんです。失敗しても大丈夫。ぜひ、その言葉を投げかけてあげてください。そして、そして、あなた自身が失敗している姿を見せてあげてください。そして、その失敗から学んで成長していく姿も同時にね。はい、ということで次行きましょうか。えー、7つ目かな。親が仕事や人生を楽しんでいる。いや、これはね、 大事ようん。だって、あのー、親っていうのは、まあ、大人なわけじゃないですか。え子供にとったら、その、大人っていうサンプルが少ないわけじゃないですか。学校の先生とか、ね、習い事の先生とか、えお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ザツイッと、以上です、みたいな感じでしょまあ、近所のおばちゃんとかあるかもしれへんけど、友達のお,おばちゃんとかあるかもしれへんけどね、少ないんですよ、サンプル数が。 大人,っていう大人っていうのはどんな生き物だっていうねその数が少ないんですなので身近にいる大人がやっぱり将来あのー、将来というかね、えー、身近にいる大人がね生き生きとして過ごしている生き生きと働いている生き生きと楽しんでいるその姿を見せることっていうのが子どもの将来の希望になるんですね今これを頑張ってやろうと今苦しいことでも辛いことでも 将来は楽しいことがあるからやってみようっていうそこのねエネルギーの原動力になるんですよね大人が大人になりたいっていうのがだけどどうですか大人になりたくないとか働きたくないとか将来に希望がないその状態で今頑張ってみようって思わないよね思わないよねなのでなのでなので、えー、やっぱりね、えー、将来感謝されるってこともね えー、含めてね、含めて、やっぱり子供大人がね、身近にいる大人が人生を楽しんでいる、ね、仕事、そして子育てを生き生きとしてやっている、その姿を見せることがすごく大事です。その反対はどうですかね親がね、えー、愚痴言いながら、我慢しながら、パートナーは嫌やって、別れたいと言いながらね、言いながら、えー、家事とか育児とか完璧にしつつ、自分がやりたいことを我慢している。 愚痴ばっかり言ってブーブー言って、そういう姿を見ていると、母親になりたいと思う父親になりたいと思う思わないよね。将来への希望がなくなるし、自分も大人になったらそうやってしないといけないっていう、そういう間違ったルールが植え付け,、えー、植え付けられていくということですね。なので、なので、 そういうような連鎖を断ち切るためにも、親が仕事や人生を楽しんでいる、大人になることは楽しんだ、働くってことは楽しんだ、家族って最高なんだっていうところをね、えー、見せてあげる。そして、今最高じゃなくても最高になるような最高な関係性を作るために、自分ができることをやっていく。さっきも言った、失敗しても OK、間違えても OK、今問題が発生してても OK なんですよ。それをしっかり認めた上で、これからはどうやって生きていくのか。 それをその失敗から学びつつ変わっていく姿を見せることこれがね勇気になるんですよ力になるんですなのでなので日々毎日、ねえー、何か楽しいことはないかなって楽しいことを見つけたり自分の心を満たすようなことに一歩踏み込んで、えーえー、一歩ね踏み出してみたりしながら、えー、大人になることそして自分が納得できる生き方をね徐々に作っていきましょう で、えー、この YouTube もね、まさに自分が納得できる子育てとか、生き方を作るっていうことの一番のコンセプトにしてます。で、まあ、このね、あのー、ボイシ s y Voysy といの YouTube やな。YouTube とか、えー、短尺のね、ラジオもやってます。ボイシーってね、概要欄にも貼り付けてますけども、そういうことに触れていただくことでね、自分はどういう生き方をしていきたいんだろうとか、どんな関わり方をしていきたいんだろうっていうのを考える機会になると思います。そのつもりで全力で発信してますので、えー、ぜひ、 チャンネル登録もしてください。そして、ボイシーの方もね、えー、概要欄にあるから、音声ラジオ、そちらもね、えー、チャンネル登録というか、フォローボタンを押してもらえたら嬉しいです。はい、次は8つ目。本を読んでる姿を見せる。うわ、これ大事。いや、全部大事やな。どうでしょうか。読書してますうん、本を読んでる姿、子供に見せてるどうでしょう。家族で読書する時間とかある うんあのー、ご家庭によっては朝の、ね、30分、30分はちょっとやりすぎかな、15分、読書タイムに当てている方もいるみたいですで。その時間は家族でね、全員で好きな本を読むっていう時間です。まあ、夕方でもいいし、なんだろう、とにかく大人が本を読んで、 留守方本を読むってやっぱすごく大事なんですよ、ね。手軽に学べるわけじゃないですか。コスパいいわけでしょ。図書館とか行ったらただじゃないですか。ただで本を借りれる。それで自分が分からない知識を得られることができる。できなかったことができるようになるんですね。そう、そ,その本を読むということを、一つの学習のツールとしてね、子供にこうインストールさせてあげ,あげれたらね、分からないことがあったときに、あ私は向いてないんだ、じゃなくて、あ本で調べてみようってなるわけでしょ。 なの,でなので、そういう意味でも本を読むということ読書、読書体験、読書がすごい楽しい体験であるとか、読書するのが当たり前だよねっていう、ねえー、体験であったり、そういう環境を作っていくことがすごく大事だなと思っていてで、そういう意味では、まずは大人が率先して本を読むということ。で、大人がね、えー、子供のためにね、本を買ってあげたよって言われても読まないんだけれども、親が自分の本棚に置いてる本っていうのはね、子供興味あって読むんですよ。 えママ何読んでんのかなとか、パパ何見てんのかなとかね、これね、不思議と読んじゃうんですね。なので、しかもそれを楽しそうに読んでたら、で、どんな本なのって興味あるんですよ。僕も常にそれ見てました。なので、なので、ね、子供に読んでほしい本があるんであれば、自分の本棚に置いておくっていうのもすごくおすすめかも。うん、そういう置いておいて、えっと、なんだろうな、それを楽しそうに読んでる姿を見せる。そうするとね、親がいないときに勝手に見てるから、子ども。うん。 で、おかっちね、子供にも読める本を書いてるんですよ、やり抜く子と投げ出す子の習慣、うん、ぜひ、ね、この本ね、買ってね、読んでください楽しそうに読んでください、そして、えー、本棚に置いてたら子供も読むと思います。あっ 僕、投げ出す子になってるかもしれない。どうやったらやり抜く子になれるのかなみたいな感じでね、読んでいただける子もいたみたいですあの。そういうレビューもありました。なので、それも概要欄に置いてますので、やり抜く子と投げ出す子の習慣、そして親向けに、親御さん向けにはね、緩める子育てっていう、こうしないといけないという思い込みを緩める本もありますので、そちらも合わせてチェックしてみてくださいということです。次行きましょうか。次は、えー、9。納得できる理由を伝える。あ、これ第1。 ダダメメなものはっって言って言ません、ね、お前にいつか分かる時が来るからって言ってませんじゃなくて、今の子供に納得できる理由を伝えるということ。 ね、もちろん親の価値観と子どもの価値観は違います。親の考えと子どもの価値観が違います。同じところもある。重なる部分もあれば、そうでないこともある。その時に自分の価値観を押し付けたり、自分の思い通りにするすしようとするんじゃなくて、私はこうこうこういう理由でこ,うこっちの方がいいと思うというふうに、ちゃんと今の子どもが納得できるように理由を伝える。で納得できないんやったら、お互いが納得いくまで対話をするということ、ね。無理やりそれを突き進めるんじゃなくて、対話をするということ。 でその対話をするということが子供が将来、大人になったときに、まあ、大人にならんでも学校でも必要じゃないですか嫌いな人、合わない人がいるその中でみんな価値観が違うけれども、えー、仲良く、仲良くというかお互いが、ねえー、な居心地がいい空間を作るためにどうしたらいいのかといえば対話でしかないんですね暴力はダメだしじゃあみんな違ってみんないいみたいな対話なしにそれをやってても結局ふんわかした環境しかできないんですよ。 して結局みんなが何考えてるかわからないみたいなあの環境しかできないんで、そうじゃなくて、何が違うのか、私はこう思ってるんだということをしっかりと相手が納得できるように伝える、プラス相手の話を最後まで聞く、相手の価値観を理解する、その姿勢ってすごく大事だと思うのね。それを家でやるってことです、うん。子供に対しても対話する姿勢を見せる。自分はこうこうこういう理由でこっちの方がいいと思ってる。あなたはどう思うのと でそれをを相手が納得でできるる。まで話し合いを続けるもちろん全部が全部それはできへん。わかります。時間も限られてるし、命も限られてる。やらなあかんことは他にもある。うん、だけれども、時にはね、この納得できる、納得できる理由は伝えてほしい。その時に納得できへんかったとしても、伝えるように努めるっていうのはね、僕はすごく大事なことなんかなというふうに思ってます。僕はこれがなかったのですごく苦しかったんですね。 なんでダメなのかがわかんなかった。いや、そんな文句言うんだら学費払えって言われて、結局、終わり。<laughs> 何を言っても無駄なんやってなって、もう対話しようと思わなくなった、そっからね。はい。10個目。1年に1回手紙を書く。あー、これはいいよね。これもね、えー、過去にもこの話したことあるんだけど、大事やもんね。どうでしょう手紙書いてるうん、手紙。 あの正月の時でもいいし、クリスマスでもいいし、2年に1回、どっかのタイミングでね、えー、子供への感謝の手紙でもいいし、去年のあなたはこうこうこうだった、でもこの1年、こんなことを乗り越えて、あんなことも乗り越えて、なあとみもできるようになったと、ね、あなたがの成長を見ているのは、私は心から嬉しいよと、えー、また新しい1年始まるけど、これからのあなたの〇〇をあのずっと応援してるからね、みたいな感じで、ね、1年前と比べてどうだったのかで、それに対して私はどう思うのか。 でこれからは、の一年、どういう気持ちで、あなたと関わっていきたいと思っているのか。その本心を、本当に思っていることを言葉にして、ねえー、手紙に書いて渡すということ。これはね、嬉しいよ。嬉しいよね。ねこういうふうにね、えー、親に書いてもらった手紙をずっとずっと持っていたっていう、ね、ご家庭もありましたで。苦しい時とか辛い時にそれを読み返してね、えー、やるぞっていう気持ちになったりとかね、僕,は僕とか私は一人じゃないんだと思って、えー、救われたっていう方もいました。 どうでしょう。一年に一回、手紙を書いてみませんか。はい、じゃ、ちょっとお水飲みましょう。十一。はい。十一は。 お金のやりくりをさせる。うん。やっぱ社会に出たとき、大人になったときって、やっぱお金お金とどう付き合っていくのかって、やっぱりこれ、あのー、外せないよね。<laughs> 僕たちが豊かにね、生きていくために、やっぱお金っていうのは欠かせないものであり、じゃあお金をどうやって使うのか、お金をどうやって貯めるのか、そしてお金をどうやって稼ぐのか、これものすごく大事なことだと思うね。 だからもちろん算数国語理科社会、そういう教科を学ぶのも大事なんだけど、根本的にお金を稼ぐって一体どういうことなんだろうと。お金を稼ぐっていうのはまああの困っていることを解決することだよねとか、なんだな、ペインと原因を満たすって僕も言ってるんですけど、ペインっていうのは人々の痛み、ストレスに感じていること。例えば電球がなくなって部屋が暗いとかね、トイレが詰まって苦しいとかね、なんかそういう困っていることですね。 原因っていうのは望みですよね。えー、英検合格したいとか、足速くなりたいとか、バスケットボールうまくなりたいって、今見たら電球一つ切れてた。後でかけあので、ー、変えますね、うん。そういうふうに、えー、人々の困っていることであって、望んでいることを見つけて、それを解決してあげる。そうすれば、ありがとうって言ってもらって、感謝してもらって、えー、報酬としてお金がもらえるってことですよ。でしょそうなんですよ。困っていることを解決すること。そうすることでお金がもらえる。 でもっといれば選ばれる人になるということね。選ばれないと、悩みを教えてくれないわけだからね。そう。そういうことをしっかり教えてあげるってことだったり、お金を貯めるってことはどういうことなのかと。ねえー、これは消費だよね。これは浪費だよね。無駄遣いだよね。これは投資だよね。将来のために生きるお金の使い方だよね。とかね。そういうような、まあ、お金の使い方で言ったら、た貯,金えー、貯金、消費、浪費。 えー、あとは投資っていうのがあるんだけど、これは投資だよねって、まあ、そういう話をしていくのでもいいし、ねえー、あそこのマクドナルドで働いてる人って1時間どれぐらいやと思うって、ね、1000, 円 ?1000 円なんだよって。ああやって1時間働くことで1000円もらえるんだよ。ママもね、えー、レジ打ち毎日やってるけど、それで1000円。それ4時間働いてから4000円なんだよ。ちなみに今日は。 この買い物3600円だったね。これはマ、まま、ママの一日の、えー、労働で得たお金なんだよ。みたいな形でね、お金の話をしてあげるのもそうだし、まあ、ここではお金のやり食いってことを話して言ってるわけだから、そういうお金に関する話を日々,日々しつつね、しつつ、えー、お小遣いをあげて、そのお小遣いの中で、えー、子供が自由に使えるようにする。もちろん、そのねこれは使ってはだめ、あれは使ってはダメっていうのはちゃんとルールとして最初に設定していくのもいいかもしれんし、えー、お小遣いがなくなったらもう、 あの欲しいって言ってもダメだよってこともあらかじめ伝えておくとかね、うん、でそのお,お小遣いとそのルールの範囲内でやったらもう自由に使っていいよと口出しをしないということもうちょっと一つ決めながらねお金のやりくりをさせるってことであったりお金の話を、えー、していくってことはすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに思いますはい、えー、ね、やっぱ将来将来はお金を稼ぐために 労働するとか、お金を稼ぐためにどうしたらいいのかってことを考えたり、お金をねお,たかお金と豊かにえ付き合っていくために、上手に付き合っていくためにね投資っていうものがいっぱいあるわけじゃないですか。積み立て NISA とか。 イデコとか近年では新ニーサっていうのも話題になってますけどそこら辺も使いながらねずっとちょちょ貯蓄だけでいいのか日本の銀行に預けるだけでいい,い,いのだろうかであったり、えー、貯金することが本当に正解な,なのかなとか貯金するよりも自分のためにお金を使う自己投資することで、えー、将来の年収が上がるんじゃないかとかねそういうこともね、えー、話せる範囲でいいのでお金の話をしてあげるってことはとてもいいことなんじゃないかなって僕は思います。はい え前半終わりましたね後半いきましょうか20年後子供に感謝される育て方22のうちのその12ですね好き嫌いを認めるうーんこれいいねだってね人間だから僕たちは生き物なんだから合うものと合わないものがあるんですね食べれるものと食べられないものがあるんですよ、ね、生理的に無理っていうものがあるんですよねあのカレーライスですら嫌われることがあるんですよマイケル・ジャクソンですら嫌いな人がいるんですよね 嫌いなものを嫌いと認めること、僕はこれすごく大事なことだと思います。でもちろん、それがね、イメージで嫌いなんだったら、一度試してごらんとは言いますけれども、何度も試して、それでもお口に合わないなとか、やってみても向いてないなっていうこと、あの人といても居心地が悪いなっていうことなんであればね、 その嫌いっていうのを認めることはすごく大事なことなんじゃないかなと。嫌いを認めた上でね、お前のこと嫌いやって言うんじゃないですよ。そうなると喧嘩になって、この社会の中でうまくいかないわけで。嫌いなものであっても、それとどうやって上手に付き合うのかってことです。僕、食べ物嫌いなもんいっぱいあります。しいたけ嫌いです、茄子嫌いですし、納豆も嫌い。だけど、ねお医者さんと接待するときは、しいたけ出てきても食べますよ。嫌いでも食べるんですよ。ねね。 であのー、事務所にね営業所に嫌いな人がおってもお前嫌いやって言うんじゃなくて、ね、嫌いな中でもどうやって付き合っていくのかを考えて実行するんですね大事なことは全員好きになれって言うんじゃなくて嫌いなものがあるということを認めた上でじゃそれとどうやって上手に付き合っていくのかっていうのを教えていった方がいいんじゃないでしょうか 全部好きになれって不可能なことを押し付けるよりも嫌いなことを嫌いだと認めてどうやって上手に付き合っていくのかそのコミュニケーションであったり関わり方あり方を教えていったらいいんじゃないかで僕もあのねさっき言ったように椎茸嫌いやけど食べなあかん時は食べるしね日常普段食べてるかって多分食べてない困ってないもん椎茸以外で椎茸の栄養素を得れるしえのきでもいいじゃないですかねそれでいいんですよ別に納豆食べなくてもいいんですよ豆腐食べてるし そういうふうに、どうやって上手に付き合っていくのかっていうことを考えさせた方がいいんじゃないかなと。で、そもそも、全員に好かれることもやし全部、全部のことを好きになることなんて不可能です。不可能なんですよ。不可能です。不可能なことを押し付けるんじゃなくて、現実的に考えて、えー、先ほどお伝えしたように、嫌いなことを認めた上で、上手に付き合う方法を教えてあげた方がいいんじゃないかなって、僕は思ってます。 はいで、嫌いであるってことを認めることは、嫌いっていうのは子供の感じ,たまま感じた感情なんでね。感覚なんですよ。そこは。あ、嫌いって。で、それを認めてあげるってことは、子供を肯定することにつながるんですね。感じたまま感じていいんだと。もちろんどう表現するのか工夫が必要だけど。まずは感じたまま感じていい。泣いてもいいし、怒ってもいいし、嫌いなものを嫌いだと認めてもいい。 そういうふうに感じたままを感じるってことを許してあげることはってことは子どもの,の自己肯定感を高めることにもつながっていきますということです。13、どうでしょう一度やると決めたことは最後までやらないといけないとか、えー、一度自分が言ったことは、えー、途中で意見を変えてはいけないとかそんなことはありませんかそんなことを子どもに言ってません もちろんそれも一つの考え方だと思います。だけど、やっぱりね、やってみてわかることっていっぱいあると思うんですよ。で、これから先っていうのはもう、時代っていうのはどんどん変わっていく。つまり、何が正しくて、何がうまくいくかなんて、やってみないとわかんないですね。過去を見てみて、成功例があって、それ通りにやってうまくいく。それは昭和の時代です。 はい、高度成長期で、えーね、去年も売れたから今年も売れるに違いないとにかくたくさん作れで成功できたのは、えー、昭和の時代だけです、はい。戦争終わってからバブルが弾けるまでです、正確に言えばね。でも今は令和です。昭和が終わり、平成が終わり、令和なんですよ。令和で、ね、これからの時代3年先どうなるか分かんないですよ。大企業でさえ分かんないんですよ、ね。うん 大企業でさえ、これからの AI がどうなっていくのか、AI ね、コンピューターロボ、ロボテックスね、ロボティックスか、ロボテックスか分かんないけど、そういうコンピューターとか科学がどういうふうに進歩していくのか、進化していくのか、でこれからの時代がどういう風に変わっていくのか、自然現象もたくさん起きます、地震があるかもしれないし、ウイルスが蔓延するかもしれない、何かがあるか分かんない、ね、今のこの状態がどんどん変わっていくんですね。 そ,うなそんな状態でね,ね、人々の価値観も違うわけじゃないですか。生き方も違うわけでしょ。人それぞれいろんな生き方がある。結婚する人もおれば、しない人もいるし、子供がいる人もればい,ない,ないない人もいる。ね、そういうね価値観が違う、多様な世界の中で自分らしく生きていくためには、自分の意見を変えること大事なんですよ。わかります、あのー、やってみて、あ、これ違うなってことをやめること、これものすごく大事なんですね。 そう損切りとも言うんですけど一度決めたからやめてはいけないと思ってずっとずっとそこにね間違った方向にお金を投資して時間も投資して結局破産してしまうこれいいんでしょうかねそうじゃなくて計画を立てて計画も変えてもいいやりながら変化させていくそういうふうにしなやかに柔軟に物事を考えて計画通り完璧にしないとではなくて、ね、計画はあくまで計画 やりながら、修正しながら、ね、えー、自分のや,、あのー、やることを考えていくぐらいの方が、ね、えー、時代に合わせて、環境の変化に合わせて、うまく適応して生き,生きていけるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。強い人っていうのは、体が大きい人でも、筋肉が強い人でもない、世の中,世の,中の変化に合わせて、変化できる人だというようなことを言う人もいますよね。変化するってこと、ものすごく大事。変化するっていうのは、途中でやめること。 も変化ですよね自分が言ったことを変えることも変化ですよね。どうでしょうこのままやめさせたらやめ癖がつくんじゃないか、あね、何でも何でも中途半端になってしまうんじゃないか、そういう心配もあります。それであれば、じゃあ、じゃあ、じゃあ今やってるスイミングの呼吸ここまでやってみようかみたいな形でね、一つ区切りをつけるってこともそう,でそうだろうし、考えを変えるってことはものすごく勇気のいることだから、それを尊重してあげる、あ意見変わったんだねって。 意見変わった背景にどんなことがあるのなんで変わったのみたいな形でね、それを聞いてあげると、より深く子供のことも理解できるんじゃないでしょうか。とにかく変わることはダメこの前言ったやんっていう形でね、じゃあ,あの子供を問い詰めるんじゃなくて、その変わった背景にある気持ち、考えとかを聞き出す。 っていうことすごく大事なんじゃないかなと。で、別に変わるってことも一つの選択肢として、逃げるってことも一つの選択肢としてね、えー、子供に持たせてあげることで安心感もあるんですよ。一度言ったこと、やめてはいけない、逃げてはいけないってなると苦しくなるから。そうよね。そう。苦しいときには休んでいいし、やめてもいいし、逃げてもいいと思う。僕は。はい。えー、15、14。できることは手伝わない。うん、これね。 あのできることを手伝うことを過保護と言います。そうですよね。子供が服を自分で着れる。ねえー、用意もできるのに、全部親がやってしまう。これ、過保護ですよね。うん、過保護。過保護が行き過ぎると、子供は自立できなくなって、自分で動かなくなるし、えー、自,分自分がやりたいのに、ね、親がやると、うるさいわーって,なて反発するようになる。親子関係も悪くなっていくこともあるよね。なので、なので、子供ができることを増やすとともに、できることを手伝わない。手伝わない。 手伝ってって、そうね、手伝ってって言われてもね、あえ、ママに手伝ってほしいのね、その気持ちは分かるよって気持ちには共感した上で、でもあなたはこれできるの知ってるから、ここで見ててあげるから、一回やってごらんっていうふうに促していくっていうこと、ね、そういうことも含めて、えー、できることは手伝わないということ、大事なことなんじゃないでしょうか、ね、えー、見,守見守るだけでいいんですよ、見ててあげるだけでも、不安は、あのー、すっとこうね、和らぐし、えー、任せてもらえたっていう感覚、 やらせてもらえたっていう感覚はね、子どもの自信につながるから、できることは手伝わない。15、泣いてる時に抱きしめる。ね、そうね、そんなことに泣くなとかね、えー、お兄ちゃんなんだからではなくて、泣いてる時はまずその気持ちを沈めてあげること、その気持ちに寄り添って、それを言語化する、そしても,もっと言えば非言語、ねえー、生物的な意味でね気持ちを抑えるっていうのは、スキンシップであったり抱きしめるということがものすごく大事なんですよ。言葉をかける、これもいいんですよ。 だけれども、触れてあげる、体温を感じる、そういう関わりをすることで、えー、子どものそういう感情というのはスーっとこう沈んでいきます。それは感触も一緒。泣いている時には生物的な関わりをする、ね。思考でこうしたらいいんじゃないああしたらいいんじゃないではなく、どちらかというとぬくもりが感じられるようなそういう関わりをすること、抱きしめるということが分かりやすいよね。それをすることで、スーっと気持ちというのは沈んでいくんじゃないでしょうか。泣いている時に抱きしめる。はい、16。 ナイストライが口癖。うーん、これ大事よね。うーん、子供が何か新しいことをやったとき、難しいことにチャレンジしたとき、何か挑戦したときに、ナイストライですよ。もうナイストライもう。トライするだけで100点なんだよっていう意味でナイストライって言ってください。トライするだけで100点だよ。結果が出なくてもトライするだけでも100点なんだよっていう意味を込めてナイストライですよ。ね、結果を期待しない、ね。どうせやるんだったら、えー、 身になるようなことやってほしいとかね、意見合格してほしいとか、試合に勝ってほしい気持ちは分かるんだけど、結果を期待しない。トライするだけで100点。ナイストライです。とにかく、結果を出すためには、トライしないことには、結果が出ないし、成長しないですね。うん。だけど、トライすることっていうのは、子供にとってものすごく大きな壁。失敗するかもしれんし、笑われるかもしれんし、馬鹿にされるかもしれんし、自信をなくして傷つくかもしれない。そういう壁を乗り越えて、初めてトライができるんですよ。 そういう壁を乗り越えた子供をたたえてあげましょう。ナイストライじゃないですか。ナイストライでいいじゃないですか。トライするだけで100点なんだよと。そういうメッセージ込めてナイストライ。うん。はい。17。子供の弱音を受け止める。うーん、これすごく大事よね。子供の弱音、学校行きたくないとか。 ね、習い事今日休みたいとか宿題やりたくないとか僕はどうせやってもダメなんだって自信をなくしていたいとかねそういう子どもの弱音を解決しなくていいんですよこれ受け止めるだからねなんか悩みを聞いたら全部解決しないといけないんじゃないんですよ聞いてあげるだけでいいんですよまず受け止めてあげるだけでいいんですで解決法が,が分からなかったらそれが分かる人に助けを求めたらいいんですよ 全部親が解決しないといけないと思ってるから弱音を受け止められないんですね。悩みを聞くと、ね、自分が何とかしなければいけないと思ってしまうから、そんなことで泣かないでとか、もっと頑張りなさいとか言ってしまうんですよ。ね、それであったり、なんだろう、気持ちを無理やり切り替えて楽しい気持ちにささないといけないと思ってるから、そうじゃないんですよ。弱音が吐けるってこと、すごく大事。安心してるって証拠なんですよ。そういう、なんとか愚痴をこぼす場所だったり、安心できる場所がなかったらね、逃げ場所がなくなるんですよ、子供が。 逃げ場所がないと挑戦できないしストレスが溜まって心と体を壊してしまう、うん、弱音を吐ける場所すごく大事弱音を吐けるってことは安心してるっていう証拠なんですよ弱音を吐,吐ける吐いていいよって許可するでそれを受け止める聞くだけでいいんですよ、ね、こうしたらいいんじゃないって解決法言わなくていいんですよ求められたら言ってもいいよだけど求められていないんだったらね弱音を聞いてあげる受け止めてあげるそれだけでいいんですよ 高校こうこうこうでつらかったんだねって。それからどんなことがあったのってええいつあどこで、ね、状況をしっかり聞いた上で、あそ,ういうそれだったらつらかったんだねって。その気持ちは分かるよって。共感してあげる。受け止めてあげる。うん、それプラスね、弱音が吐ける場所を作るという意味では、親が弱音を吐くということ、うんあのー。弱音を吐くっていうのは何だろうな。 あのー、弱音吐くということよあの弱い部分を見せるってことなかいいかなできていないところを見せるだからいつでも完璧にしようと思わなくていいってこと失敗してもいいし間違ってもいいし苦しいなと思うときは苦しいと言ってもいいし助けを求めてもいいんですよ分からないと言ってもいいし自分の弱い部分を見せるで助けを求めるということそういう姿を見せるということもすごく大事だなと思います ね、でこれもね、助けを求めすぎると子供はね、親の顔色親のことばっかり気になって自分のね、なんだろうやりたいことができなくなるっていうこともあります。あの最近問題になってるあのヤングケアラーですね。 親,親がうつ病になったり、親が病気になったり、親が弱音を吐きすぎて、吐きすぎてね、子供は、私が親を助けないといけないと思って、自分がやりたい勉強であったり、習い事っていうのを我慢してしまって、えー、自分を殺して生きてしまうっていう、そういうヤングケアラーの問題もありますので、まあ、どこまで吐くのかっていうのはすごく大事なんだけども、大事なんだけども、少なくとも全く吐かないっていうのは <laughs>、なると子供は安心できないので、辛い時には辛いって言ってもいいし、 その上で助けが必要な時は助けを求めることも必要だと思いますその負担が大きくなると子供にとってもつらいのでもちろん助けを求める場所というのは子供以外にもね作っておくことも必要ですけれども弱音を見せるってことも子供の成長の上では大事なんじゃないでしょうかいかがでしょうはい暑いな今日11月ですよめっちゃ暑いな11月でも T シャツとハンパンですよ。それでも暑い。まあ、ドア閉めてるから、窓閉めてるからなんですけどね。28度ですよ、室内。うん、水何杯飲んだら気が済むねんって感じで飲みまくってますよ。はい、えっと、次はね、18か。18まで来ましたね。子供が話したいことを聞く。うん、話を聞いてもらえるってことやっぱ嬉しいよね。話を聞いてもらえた。 やっぱ嬉しいじゃないですか。それが自分が話したいことであったり、自分が好きなことであったり、自分がこだわっていることだったら、ものすごく嬉しいわけで。そういうふうにもちろん話を聞ける時間を作るってこともすごく大事なんですね,話をね。子供の話を聞ける時間であったり、ここのゆとりを作った上でね、上で、えー、1日5分でもいいし、10分でもいい。ねえー、作業をやめて、スマホを置いて、ね、子供と向き合って、子供の目を見て、子供が話したいことを聞く。 親が聞きたいことを聞くんじゃないですよ。親が気になっていることを不安に思っていることを聞くんじゃないですよ。宿題やったんとか、勉強やったんとか、学校ではどう友達となんか問題起きてないとか、親が気になっていることを聞くんじゃないもちろんそれは大事ですよ。割合として大事なのは、子供が話したいことを聞く時間の方を多くするってことです。はい。7対3ぐらいが望ましいんじゃないでしょうか。子供が話したいことを7、親が聞きたいことを3、聞く。 うん、これぐらいの割合がいいんじゃないかなと思います。親子関係を作っていく上でね。ついつい意識しなかったら、まあ、宿題やったのとか、ねえー、子供にちょっかい出さないでとか、静かにしなさいとか、学校ではどうとかね。そういうふうになんか不安を煽るようなあで、えー、投げかけであったり、子供を指示するような、命令するような会話が多くなっていくと思うんですね。それだと子供は親と話したくないってなってしまうわけで。 うん、そうではなくどちらかというと子供が話したいこと子供が興味を持っていることを聞くはいこれが親子関係を作っていく上で一緒に楽しいことを共有するっていう上でねとても大事なことだと思います19世間の目を気にしない、うん、これ難しいよねお隣さんのことが気になったりママ友からどう見られるのか学校の先生からどんな子育てをし,しているのかしつけをしているのかってことのこそ見られ方親の見られ方が気になる ね、ちゃんと子育てしてるのかな、この親はとか、変な親やと思われたくない、普通の親やと思われたいとか、そういうね、圧力ってあるわけじゃないですか、多かれ少なかれ、本当はここでは厳しくしなくてもいいんだけど、他のママ友のことを気にして、えー、いつまでやってるのってしっかりね、厳しく子供をしつけをしたりとかね、ねなんか本自分のためにも子供にもた子供のためにもならないの分かってるけど、周りの目が気になって言ってしまうこと、やってしまうことってありませんか、ね えー、世間の迷惑をかけてはいけないとか、何、えー、だろうな、自分自身が変な親だと思われたくないとか、いろんな思いであったり、いろんな考えがあると思うんですよ。でも本当に大事なことは、ね、子供も親も、ね、長い目で見て幸せになることであったり、ね、お互いがいい関係性を築くことだと思うんですね。そう思ったときに、やっぱり子供のためになるようなことをした方がいいし、もっと言えば、ねえー、親子関係が壊れるような、つまり、 えー、親、子供わ分かるわけじゃないですか。それって世間って考えてるだけだよねって。僕のこと思ってないよね。ママが周りの目を気にしてやってるんだよね。これ分かっちゃうんですね。残念ながら。ね、パパがそ周りの目、大人にさんのこと気にしてそういうふうに言ってんねやろ。僕のこと考えてないやろって分かっちゃうんですね。そうなったら、もうこの親と何も話したくないってなっちゃうんですよね。うん 僕のことじゃなくて自分のことが大事なんやろとか周りの目気にしてるのやろってなってしまうと言葉が届かないんですよ、子どに、うん。なので自分はどんな子を育てていきたいのかどういう関わり方をしていきたいのかってことそこを改めて明確にする周りの人にどう思われるかじゃなくて自分はどうありたいのかどんな関わり方をしていきたいのかどんな関係性を築いていきたいのかそれを明確にして、ねえー、子供と関わっていくということ。 周りの声、周りの目、周りからどう思われるのか、気になるの分かります、分かるんだけれどもそ、それも気にした上でね、気にした上で、でもそもそも、本来はどんな子を育てたいのか、子供とどういう関係性でありたいのかっていうことをしっかり言語化して、言語化した状態で、じゃあ、今日できることはなんだろうということを意識して、一つ一つ習慣化していくこと、これ、大事なんじゃないかなと思います。 はい、そういうふうにね、えー、なんだろうな自分の中にある人の目が気になるとか、えー、世間に恥ずかしくないような親でやらないといけないちゃんとした子供を育てないといけないなどなどそういうようなこうしないといけないっていう思い込みであったり見えない鎖それを緩めるための本っていうのを僕が書きましたそれ概要欄に載っけれます親も子も楽になる「緩める子育て」是非ねそちらもチェックしていただけたら嬉しいですはい あと3つですね。20。得意をとことん伸ばす。あ、3, 3に近いな。欠点を無理に直そうとしない。まあ近いけど、まあ違うね。近いけど違う。ということにしといてください。はい。えーと、子供のいいところであったり、得意なところを見つけて、それを伸ばしてあげる。うん。それは、まあ、なぜかというと、成功体験を得やすいってことね。 得意だからこそ、なんかうまくいきやすいっていうこと。うまくいけば自信につながるっていうこともあるだろうし、で、えー、もっと言えば、あの楽にできるね。得意、得意なことだから。だから下り坂を下ってるような感じで、で、欠点を直すっていうのは上り坂を上ってる感じなんですよ。同じエネルギーでも進める距離が変わってくるんですね。うん。ってなると、やっぱりこう成功体験を味わわせた方がいいし、子供のうちにね。で、その成功体験の中でね、エネルギーが出てきたときに、その勢いで苦手なことを直す。 自信がついてきた時に、難しいところにトライするっていうのだったらいいけれども、自信がない状態で、エネルギーがない状態で苦手なことにトライするって、これなかなか進まないですよね。なので、いわゆる車にガソリンがない状態。だから車を、上り坂ね、想像してください。上り坂をね、車を、車があって、それ手で押してるような感じなんですよ。ガソリンがなくなって。これ進まないじゃないですか。 それやったら、ガソリン入れてあげて、得意なことやって成功体験積ませてあげて、そこからちょっとエンジンを吹かせてね、進んだ方が、え登り道でも進みやすいでしょ。そういう意味でも、直してあげたいこと、ダメなところ、完璧にね、あそこも気になる、あれも気になるって分かるんだけど、それはまさに登り坂で、えなんだろ、ガソリンの入ってない車を手で押すようなもんなんですよ。それだったら、まずはガソリン入れて、得意なこと、 させて成功体験積んで自信とエネルギーをつけさせた状態で苦手なことも本人と一緒に話し合いの中でねトライしてみようかってやるんやったらスッと進みやすいですねはいそういう意味で得意をとことん伸ばすっていうことをお勧めしてますはい二十一ゲームの時間を制限するうーんここは難しいところなんですけどもねうーんどうでしょうゲームを無制限にやらせてるってとこありますそんなことある まあ少ないと思うんだけど、でも親も忙しいし、スマホにこもりをさせているとか、ゲームさせてたら静かになるからもうずっとゲームさせてるっていうところもあると思うんですね、少な,少なからず。えー、1時間だよねとか2時間だよねって決めていても、もう知らず知らずの間にもうルールを破って、で没収するって言っても怒るし、ね、ルールがルールでないようになっている。もうルールの効力がなくなっている。1日1時間で決めても、もうなんていうか、もうルールがなくなっている状態になっている。 で無制限にゲームをやら,やられているというご家庭もあるんじゃないでしょうか、ねで。もちろんゲームっていうのは全くダメなわけじゃなくて、まあ、包丁と一緒で、包丁自身が悪いわけじゃないですか。包丁を、ねえー、人を殺めるってことに使うと武器になる。だけども包丁をなんだろう料理を美味しくするっていうことに使えば、包丁はそのなくてはならないツールになるわけでしょ。どう使うかなんですよ、結局。包丁と一緒なんですよ、ゲームを。 包丁自身が悪いい。わけじゃないゲーム自身が悪いわけじゃないんですよ。それをどう扱うかによって悪くもなるし良くもなるってこと。ね、だからゲームが悪いって、ゲームが悪なんだじゃなくて、どう使うかをちゃんと子供とお話すってことね。ゲームを長い時間使ったら体にこういう影響があるよと。脳の前頭葉ってこと,がところがシュッシュッシュッって小さくなって、物思いが悪くなったり、要はあの頭が悪くなるってことであったりね。であったり。 他の楽しいことを積極的にやってみようと思わなくなるし、運動不足になって体が弱って,いって病気になったりとかね、そういう負の側面も伝えた上で、ただメリットもこういうとこあるよねと、子供、友達もできるし、一緒に友達と楽しいこともできるし、マインドクラフトやったらこうやって想像したことを形にできる、建物作ったりとかね、してね、えー、生きる力にもなるよねって、うん、それぞれいいところがあるけど、どういうふうに使う,使うのかは一緒に考えようねって、お互いが納得できるような対話をしてルールを決める。 これをするで、そのルールを破ったら、もう何としてでもそれを奪う、奪う、もう取り上げる、うん、取り上げる。で、ちゃんと取り上げて、こうこうこう、ルール破ったから1週間取り上げるねその,日の期日はもう覚悟を家庭に任せますけど、そういうふうに言って、ちゃんとその期間はゲームを取り上げる。うん。で、でその期間が終わったら、じゃあ、えー、これからね、ルールのゲームもう一回確認するよと。 こういうルールがあるけど、これが守れるんだったらゲームを返すけど、守れないんだったらちょっとゲームを返すわけにもいかない。あなたは守れるって言って。あ、守れるんだね。分かった。あなたのことを信じるよ。はい。じゃあゲームやっていいよ。っていうにも出すみたいにね。そういうふうに何かしらゲームの時間を制限すること。ね、ゲームのメリットとデメリットをちゃんと伝えて、お互いが納得できる対話をした状態でゲームのルールを作り、約束事を決めて、そして破った場合はゲームを取り上げるってことも含めてね。 そういうふうにしてゲームの時間を制限することってすごく大事なことなんじゃないかなって思いますはい次は最後ですね失敗から学んでいる姿を見せるうんこれも6に近いんだけどもう言ったよね言っちゃったけど6の時にねあのー、失敗は悪いことではないとで親自身が失敗してるってことがもう子供は安心するんですよ逆に親が完璧やったらどうですか どうですじゃあ皆さんのお父さんお母さん完璧にやってたもしお父さんとお母さんが完璧にやってたら息苦しいよ自分も完璧にしないといけない自分も親になった時に家事も育児も仕事も愚痴を言わ,さ言わさず周りに助けを求めず完璧にやらないといけないとなると苦しいよそう不完全である方が安心するんですよで不完全であって私には不完全があるっていうことを認めた上ででもこういう風に成長していきたいという成長する姿を見せる 成長していく姿を見せる過程にはね、絶対失敗はあるやん。なそういうの失敗してる、そういう姿を見せる。完璧にできていない姿を見せることで安心するんですよ、子供は。安心感を育てることが一番大事じゃないですか。安心感できる環境を作ることが大事。家庭が子供にとって安心できる場所。親がね、えー、子供にとって安心できる関係性であること。これはね、子供のいわゆる愛着を育てるで。自分はここにいていいんだとか、生まれてきてよかったんだって。まさにありがとうって。 言ってもらえるそういう感覚を教わっているためにものすごく大事なことそのためにはねあの失敗してもいいよっていうこと言ってあげるのもそうやし実際にそういう姿を見せるそしてもっと言えばそ,のそこから学び取って成長している姿成長している姿を見せることがやっぱりすごく勇気づけられるんですね誰でも最初は初心者でそれは大人であってもうまくできないピアノやってもギターやってもフラメンコやってもうまくいかないけれども練習すればうまくなるんだと僕も練習してみよう お父さんもお母さんも頑張ってるし楽しそうやし何か挑戦してみようってで挑戦しても失敗するのは当たり前で別に失敗してもいいんだってなれば一歩一歩ね踏み出しやすくなるわけでしょそういう意味でも失敗から学んでいる姿を見せるとても大事なことだと思いますはいということでまとめましょうか今日は「20年後子どもに感謝される育て方22選」というテーマでお届けしました 今の子供を喜ばせるだけじゃなくて、5年後、10年後、20年後を見据えた上で、子供と関わっていくこと、大事ですよね。はい。そういう意味でね、インスタグラム出、ね、バズった記事の中でね、厳選して22個あの、その記事の中では60個ぐらい紹介してたんですけどね、60個言い過ぎたな、35個ぐらいかな。 紹介してたんですけど、それをギュッと凝縮して、22個にまとめて、この YouTube で紹介させていただきました。与えすぎないってことであったり、1年に1回手紙を書くってことであったり、えー、嫌いなものもあってもいいよと、好き嫌いを認めるってことであったり、逃げ場所を与えるっていう意味で途中でやめても OK と、ただどこかで区切りをつけるってことであったり、挑戦すること自体で素晴らしい、ナイストライっていう口癖であったり、苦手なことも大事だけど、得意なこと。 を長所を伸ばしていくっていう関わり方であったり失敗から学んでる姿成長していく姿を見せていくそれはすごく、えー、何かしら子供をね安心させることにつながるんじゃないでしょうかこの22個の中でね何か一つでも、えー、実践してみようって思えることがあれば幸いです で、共感できるポイントがあればね、高評価ボタンとか、いいねボタンを押していただけたら大変励みになります。あとね、子供に感謝される育て方として、こういうふうなことを意識してるっていうのがあれば、ぜひコメント欄でも、えー、コメントしてください。で、コメントでみんなで共有できるっていうね、みんなの子育てでやってること、工夫などをね、共有できる場所にしていきたいので、積極的にアウトプットしてみてくださいということです。まあ、この番組ではね、こんな感じで、親も子も楽になる、緩める子育てをテーマに、えー、子育ての イイライラとか、えー、こんんな母親でごめんねっていう自分責めを緩めるコツとか、えー、子供を自立させて非認知能力を高めるための関わり方を紹介しております明日も聞いてもええかなと思っていただいた方はチャンネル登録ボタン今からポチッと押していただけたら大変励みになりますのでよろしくお願いします SNS SN でのシェアとかも大歓迎でございますあとね、えー、放送中にもご案内しましたけど、えー、緩める子育ての本であったりやり抜くの本であったり と投げ出すこの「週刊」という本であったり、公式 LINE、これは26本、あのー、有料動画プレゼントしてます、公式 LINE でね。あと、毎日、ボイシーというラジオとかもやってますので、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。そこからね、情報とか動画とかを受け取ってみてください。はい、ということで、今日はこんな感じでしょうかね。I am a star, you are a star。自ら輝けば、世界はピッカピカに輝く。ワンダフーな一日をお過ごしください。 バイバーイさすがに昨日5時間登山して YouTube との大変やったどうでしょう元気なかったわけじゃないよあのー、体調悪いわけでもないけど昨日ね結構エネルギー使ったのでエネルギーがねあんまりなかったですすいません <laughs> エネルギーがない中で、えー、頑張って配信しました、あのー、伝わっていたら嬉しいです、はい、今の自分のベストですで大事なことっていうのは 今の自分のベストを尽くすことしかないんですね。例えば今病気やったとしたら、この病気の中でできることは何なんだろうとかね。今僕登山して体調がね、そんなすた体調が悪いわけじゃないけど、まあ、エネルギーがちょっとこうなな、ない状態で、この状態でできることは何なんだろうとその自分の今できるベストを尽くすこと。これがね、僕にとってすごく大事なことなんで、今日も自分の全力を出させていただきました。何かしら伝わっていれば嬉しいな。